嘘で霊能者がね、あの自分のところに来させるための嘘だったのです。まあいろいろあってね、なんか霊能者が俺のことをあの遠隔で見たら、まあそういうね、まあいろいろね、なんでそんなの分かんだろうなみたいなとか、まあいろいろ的中とかされてたんだけど、まああるんでしょうね、そういうのがね、なんかあるんやろね。